レーナ、お前なんでここに。これから錦は来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする、昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあの時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ、親さんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。お前、真珠を盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。